まず前真言宗佐派館長総本山釈院家主宮坂隆正芸家より頂戴しております。ご報読は芸家ご自動でございます岡谷商工事副住職宮坂隆明氏でございます。どうぞお願いいたします。宗派を超えてチベットの平和を記念する総理の会第2回結集を開催するにあたり一言ご挨拶を申し上げます。1959年昭和34年にチベット動乱が勃発しました。3月10日に14世ダライラマ法王天神ヤトゲイカにはインドに亡命してダラムサーラに亡命政府を創設しました。本年は時あたかも動乱以後50周年を迎えました。中国政府は法王を分裂主義者とみなして排除する態度を一貫して示しています。しかるに法王は中国政府に対して決して独立を望んでいるのではないかと申します。そして暴力主義の力の論理を否定し中道和平主義の立場をとって仏教の慈悲の精神を堅持していたみません。法王側の主体的な申し入れで8回にわたる双方の立場を尊重主張とした話し合いを行ったにもかかわらず会談は双方平行線をたどるままで何ら問題解決の出途が立っていません。我々日本仏教徒はこの現状について深く危惧し共和の道が実現されることを切断してやむないところであります。中国の歴史の中で辛亥革命当時に清朝の帝政を廃し1912年明治45年1月に部族すなわち漢民族満州民族モンゴル民族チベット民族ウイグル民族による共和制国家建設という傲慢な理想を掲げたことを変えたいと思います。極めて残念ながら部族共和制は革命派の鉄着なために達成することができませんでした。が事実上多民族国家である中国が部族共和体制を規範とすべきことは変わることがあってはならないと思われます。しかるに琉球の皇后から中国は四周辺に居住する異民族を蔑視し厳重に格差つけて征服、抑圧、もしくは同化するのを繰り返してきました。忌憚なく言えば中華の事象からしても中国は漢民族を中心として異民族を支配統合するエスノセントリズム、自民族中心主義の意識には抜きがたいものがあって今日の中華人民共和国に至っています。民主主義の正義に多民族共存の国家体制であるべきところ抑圧主義、同化主義をとっているのは過去の古い植民地時代の支配体制の残滓に他ならぬと言わなければなりません。そしてこの意識変革が起こらない限り多民族共和制の真の民主主義の実現は容易ではありません。我々はチベット民族と同じく仏教を信奉しています。チベット民族が誇りとする仏教と仏教を主体とする伝統的な民族文化が独立再生するよう切望してやまない次第であります。以上、世事を連めて第2回結集開催の祝賀の辞といたします。平成21年5月23日真言宗智山派前館長総本山釈院家主第68世宮坂隆正代表の続きまして当会特別顧問和州総本山四天王寺館長奥田昭法芸家同じく特別顧問龍頭念仏宗総本山大念仏寺館長梅岩良春芸家同じく特別顧問大分潜伏寺御三宗総統宗無釈聖教老師よりもお言葉があります。大学は東海副代表幹事大木健次郎氏と東海緑川明生氏です。宗派を超えてチベットの平和を記念する僧侶の会の皆様にご挨拶申し上げます。昨年の3月以来のチベットにおける動乱では多くのチベット族の方々そして漢族の方々が尊い命を落とされたと伝えられております。世界中の人々が関心をする中依然としてチベット問題の平和的解決は実現に達しておりません。そうした状況で日本の僧侶の方々が
宗派を超えて結集し、チベットにおける真の平和と自由の実現を求め、継続的に活動されることは世界平和の促進に貢献するものとなるのです。機会のご発展を記念するとともに、今段階のご成功をお祈り申し上げております。合唱、和州総本山四天王寺館長、福田昌吾大僧助警官より頂戴いたします。続きまして、チベットの平和を望むと題して頂戴しております。この度、宗派を超えてチベットの平和を記念する僧侶の会第2回結集が国寺様を会場として開催されますことは誠に事業を得て意義深く喜ばしいことと存じます。中国による占領と弾圧の政策はチベット民族と国家の自主独立を侵害するばかりか、その独自で純真な文化と仏教、かけがえのない自然環境と、いわばチベットの魂を奪い取るものとしか言いようがありません。実は写真と映像で見たあの広大で神聖なチベットの大高原が核廃棄物の捨て場になり、ひいては地球環境に多大の悪影響を及ぼしています。動植物の生態系にも異変をもたらしていると聞いております。本当に切実な問題であります。しかしその場合には世論の盛り上がりに今一つ欠けるところがあるように思えてなります。同じアジアに住む私たち日本人、中根つくブッダの教えを仰ぐ同じ仏教徒として、ダライラマ法を支持するともに、地道な活動ではあっても、何かをさせていただくという責務を覚えます。そのためにも、今回の会員が一人でも増えることを望みます。本日は公務が重なり、欠席いたし、このような形でメッセージを託すことをお許しください。チベットに真の平和が到来する日の一日も早からんことを記念し、今回の今後の優勝を切望いたします。融通念仏宗総本山大念仏寺館長梅岩良春芸家、並びに春総長吉村昌栄様、名所で頂戴しております。披露させていただきます。ありがとうございました。大分県仙福寺仏着聖教の主義のご挨拶を代表させていただきます。出席できなくて残念です。皆さんにどうぞよろしくお伝えください。私はチベット動乱を考えるたびに、日本が北海道のアイヌ人に対してしたこと、日本が朝鮮人にしたことを、また日本が台湾人にしたことを思い出してしまいます。例えば日本の学校では国語教育とか国語読本とか言います。そもそも国語という単語は世界のどこにも存在しないのです。国語というものはないのです。なのだと思います。無尺聖教先生より言ったり、あるのは日本語であり、アイヌ語であり、中国語であり、台湾語です。それなのに日本の政府支配者は日本語というべきところを国語と言わせました。そういうことによってアイヌ人を否定し、朝鮮人を否定し、台湾人を否定し、日本人より一段下級の人種のような感情と思想を育てたのです。今中国でもそういう現象が起きていると思います。中国人が一段上の人種で、中国語こそ最高の言語であるかのように思い込ませる教育です。そうではなく、日本語もアイヌ語も朝鮮語も中国語も民族固有の文化であり、それは平等なんだという運動を広げていかなければならない時代だと思うのです。中国に対してチベットも日本も朝鮮もみんな平等で固有の文化を持つものだから、自分の欲で固有の文化を支配してはいけないのだということを声を大にして言わなければならないと思うのです。そういうことを言うのが宗教家、特に仏教徒の役割だと思います。欲張れば戦争になる、戦争になれば人間を人間の手で滅ぼすことになるのだということを分かりやすく、どこででもいつでも言い続けるのがお坊さんの役割